みんな揃って私のロボットな。第二世代の騎兵は他の世代より兵装が多い分、重量は2000トンを優に超える。地下道を踏み抜かないように気をつけろ。乗せてる核融合炉が重いからね。その分高出力の機体だからプラズマアーク溶断機も装備できる。あれが使えれば奴らの装甲はバターのように断ち切れる。格闘用の腕も本来は高層ビルのメガ柱解体用重いはずよ。だけど取っ組み合いになれば1300トンの握力が頼りになる。第二世代は多くの支援ユニットとリンクしていて、それらをうまく使いこなせればどんな…そんな一…ありがとう。落ち着いて。力を貸して。僕は…
じるか。カーテンなさい。当たった。僕は意識を集中するんだ。この距離だ。移動する。勝機を逃すな。行くぞ。命中。なんとかしなくちゃ。援護を頼む。大丈夫、きっと大丈夫。これでどう？どう？倒したわ。私だって誘導したらすぐ戻るから。